ハッピードベちゃんテレビ。すごいお腹のおっさんです。グレートタミーマン。店内撮影許可済み。フレッシュネスバーガーへモーニングを食べに来ました。白内障手術をしてから約1ヶ月ぶりの外食です。時間が早いので誰もいない。すごいお腹のおっさんもこういう場所にも来るんだよ。2階席もあります。打ち合わせ時間より早く着いたので本日2度目の朝ごはん、わら。ローズヒップティー、ホットドッグ、フライドポテト、すごいお腹のおっさんもこういうおしゃれな飲み物を飲むよ。ケチャップとマスタード、マスタードをかける。ケチャップをかける。いただきます。レッツイート。このポテトホクホクしておいしいよ。
家族へお土産。パウンドケーキ。バナナケーキ。オレンジケーキ。レモンポピーシードケーキ。そろそろ時間だから、待ち合わせ場所へ向かいます。ご視聴くださり、ありがとうございました。チャンネル登録、よろしくお願いいたします。Please subscribe to my channel.